モーニングショーは、1964年4月1日から1993年4月2日、及び2015年9月28日から、テレビ朝日系列で月曜日から金曜日までの朝に、生放送形式で放送されたもしくはされている、ワイドショー、情報番組である。前日の通り、第1期は1964年4月1日から1993年4月2日まで、 放送され、第2期は2015年9月28日から放送されている。日本で初めて放送されたワイドショー番組である。便宜上、1993年までを第1期、2015年以降を第2期とする。日本におけるワイドショーの草分けで、トゥデーをヒントに制作されたため、日本国内のテレビ局が制作するニュースショーとしても初めて成功を収めた。 放送時間は毎週月から金曜日の8時30分9時30分で1992年までは年末年始も休まずにレギュラー放送を続けた。テレビ例明期の民放テレビ局が1、2局しかない地域一部を除くクロスネット局、テレビ朝日系列局がない地域でもネットされていた。そのため番組オープニングではタイトル表示に続き、 テレビ朝日を先頭に各地のネット局の略称をテロップ表示する演出があった。また、テレビ朝日系列の新局に本番組の放映権が移行した後も、テレビ朝日系列の新局の受信環境が未整備などの理由で一地域に極同時放送を実施していた地域もあった。2015年9月28日から第2期として復活した。 放送時間は毎週月曜から金曜までの8時9時55分であり、放送弱は第1期と比べ55分長い。教育番組専門局として1959年2月1日に開局した日本教育テレビでは、当初からスポンサーの獲得などで苦戦を強いられていたため、当時の優政賞から放送の比率を指定されていた教育番組や、 共用番組の解釈を拡大しながら事実上の総合編成化を進めていた。そこで、トゥデイをヒントに、1961年2月から、主婦向けの情報番組として、東京アフタルームを平日の14時14時45分に、関東ローカルで放送。プロデューサーの浅田隆彦は、ラジオで定着している DJ のスタイルで、総合司会に、進行やいわゆる、 生コマーシャルへ臨ませるなどの新規軸を打ち出した。また、当番組の成功を受けて、アフタヌーンショーを立ち上げた、エマモリカズは、ネットの開局直後に、プロデューサーとして、月日と称する番組を制作。放送時間がわずか12分間というミニ番組ながら、全曜日にわたって、帯番組として編成された。もっとも、当時のネットにとって、死活問題であった。 営業面では振るわず、東京はフタヌーンと共に短命に終わっている。これに対して、日本ビックスでは、アメリカにおけるトゥデイの成功を踏まえて、テレビ界で当時、不毛の時間帯の一つに数えられていた、午前帯への広告の出稿計画。ネットに対して、視聴率が極めて低かった、午前中の学校放送番組の広告枠を一括で購入することを打診した。 この打診がやがて、トゥデイをモデルに、事件、芸能ニュース、人間蒸発などの企画やインタビュー、歌手の生演奏などを織り込んだ単独提供番組を放送する構想に発展。1962年に、白報道を通じて、ネット及び、当時ネット系列の準機関局だった毎日放送に、構想を持ちかけた。ネットの担当者は、浅田で、 MBS にも構想を打診したのは、伊藤忠商事や日本ビックスと同じく、大阪市内へ本社を構えていたことによる。番組の開始に際しては、当時の日本のテレビ界で主流だったディレクターシステムに依存せず、浅田を中心とするプロデューサーが前曜日のディレクターを統括するプロデューサーシステムを導入。放送するテーマや内容を制作チーム全体で共有した上で、同じテーマや、 内容の企画を複数のディレクターが担当することによって、テーマや内容の柔軟な見直しが可能になった。初代総合司会については、高橋慶三を最有力の候補に挙げていた。しかし、高橋のスケジュールの都合がつかずに断念。そこで、浅田は、総合司会を視聴者と同じ立場に置くことを想定した上で、NHK 時代の高橋の後輩にあたる木島。 ノリオアナウンサーに白羽の矢を立てた。木島ノリオモーニングショーの番組開始当初は8時半です。おはようございます。早速今日のお客様をご紹介しましょうとゲストの紹介から始めた。初回はネットテレビ、北日本放送、中部日本放送、毎日放送の4曲で放送。翌週の4月6日からは中国放送でも同時ネットを開始した。 しばらくは上記の5曲ネット体制が続いたものの、1960年代の後半から郵政省などの方針で、他の地域でも民放テレビ局の開局が相次いだことなどを背景に、徐々に放送地域を拡大していった。ネット系列局の名古屋テレビが1962年に開局していた中京広域圏で、番組開始当初のネット局が、 TBS 系列局の CBC であったのはネットの番組区分に沿って当番組を教育番組とみなしたことによるとされている。ただし CBC で放送されたのは開始から半年間で1964年10月1日から放送権を名古屋テレビに移行している。初代のプロデューサーに就任した浅田は視聴率の推移から視聴者の欲求を推測。 独自のモニター調査から得られたデータも重視しながら放送するテーマや内容の細分化に取り込むなど内容の見直しの高速化を図った。このような手法でディレクターと内容を分離させたことによって番組は順調なスタートを切った。しかし1965年9月の人事異動で浅田が教養番組全般を統括する職務に就いたことを境に 番組の制作体制を一新。5人のディレクターが曜日ごとに責任を持って一般番組と同じように制作するという縦割り体制の導入によってディレクターと内容の分離が維持されなくなったことから長期にわたる視聴率の低迷を招いた。さらに企画や娯楽以上にニュースを求める声が視聴者から年々強まったことから 木島は疲労を理由に1968年3月限りで降板。翌4月から長谷川はじめを第2代総合司会に起用したが、1年でネットアナウンサーの奈良に交代した。奈良は7年半にわたって総合司会を務めたが、一般公募から1976年10月に採用された第4代の竹中洋一は、 喋らない司会者という烙印を押された末にわずか3ヶ月で降板。奈良の総合司会時代からサブ司会を務めていた後輩アナウンサーの溝口康夫を1977年5月から第5大総合司会へ起用したことを機にようやく巻き返した。なお、番組開始当初からのネット局だった MBS は1975年3月31日の 近畿広域圏におけるネットチェンジによってネット系列から TBS 系列へ移行。このネットチェンジによって TBS 系列局だった朝日放送が MBS と入れ替わる格好でネット系列へ加わったため、同日放送分からは ABC が近畿広域圏向けの同時ネットを担った。長谷川はじめ時代から溝口康夫時代までは一般視聴者にも開放し、 司会者の立ち位置の後ろが観客席となっていた。70年代後半には、青少年の自殺などが社会問題化していたことを受けて、当時教育、心理などの分野で活躍していた、坂東義則による子育て講座も織り込まれるなど、人気コーナーもあったが、坂東は、著書、坂東先生の教育講座を執筆直後の1978年11月に、急成し、 コーナーも自然消滅となった。1979年4月には、同年3月まで、香川県のみを放送エリアにしていた瀬戸内海、放送が、岡山、香川の電波相互乗り入れに伴い、岡山県での放送を開始し47前、都道府県での放送となった。しかし、同年12月に、当時日本テレビ系列と、 テレビ朝日系列のクロスネット局だったテレビ岩手が当番組を打ち切ったことで1980年1月1日からは9ヶ月ぶりに47全都道府県での放送ではなくなった。1981年4月に当時富士テレビ系列、テレビ朝日系列とのクロスネット局である新潟総合テレビが新潟放送から移行を受ける形でメイン系列の番組であった。 小川博士賞を打ち切って当番組のネットを開始した。1983年4月には総合司会が、溝口康夫から、江森明弘へ、バトンタッチしたが、江森が総合司会に就任した2年半後の1985年10月には、アフタヌーン賞の、やらせリンチ事件が発覚し、本番組も、やらせリンチ事件が、引き金となって、信頼失墜に陥る。 1986年10月に総合司会が、江森から、元富士テレビアナウンサーの三里美鈴に、サブ司会も1980年4月から6年半、勤めてきた柴田美穂子、葉っぱ和樹から高井正則に交代するという総合司会の総入れ替えを実施した。後波路線に舵を切ったが、芸能情報を扱わない、番組内容が不評となり、視聴率で苦しむこととなると同時に、 本番組終了まで、総合司会が1、2年で交代するなど、低迷してしまう。1987年に1月には、サブ司会を3ヶ月で、高井から寺崎隆市に交代した。1987年10月には、総合司会が、三里美鈴から武見慶造に交代したものの、三里時代と状況は変わらず、月から金曜昇降枠と合わせてテレビ朝日系。 ワイドショー全体がさらに低迷してしまうことになる。この事態を受けて、竹見に総合司会が交代した半年後の1988年4月にはテレビ、朝日制作ワイドショーを本番組に集約したり、同年10月には1年で内田忠夫が総合司会に交代すると同時に芸能情報の復活や葉っぱをサブ司会に復帰させるなどの手こ入れを図る。 内田が総合司会に就任した1年後の1989年9月29日には日本海テレビが本番組を打ち切ったことにより1、地域2局同時放送の地域はなくなった。1991年4月のリニューアルでは当初は総合司会を内田から当時テレビ朝日と専属契約を結び昼の番組ホットライン110番に出演していた小島一景が 総合司会に登用して、立て直しを図ろうとしたが、当時小島が不倫騒動を起こしたため、この影響を与えられたテレビ朝日側は、その登用予定を急遽中止した上で、ホットライン110番終了と同時に小島との専属契約を解除し、総合司会が渡辺のりつぐに急遽変更された。同時に、サブ司会が、篠田純子からロザンナにバトンタッチした。内田から、 渡辺時代になると、テレビ朝日系新曲開局による本番組の放映権移行で、放映権移行が行われた地域では、旧ネット局の番組である、ルックルック今日はモーニングアイに苦戦するようになり、長年続けてきた正月三が日の放送も、日本テレビ、新春スポーツスペシャル、箱根駅伝や、日本テレビフジテレビの元旦特番に視聴率で、破れるようになったため、 1992年をもって、正月三が日,日の放送を終了したように、本番組の苦戦傾向が、さらに加速した。さらに、同年9月の朝日放送、素敵に、ドキュメントのやらせ発覚による、テレビ朝日系列のさらなる信頼失墜求めを指す、形となり、1993年4月2日に、番組は打ち切られ、29年間の歴史に幕を閉じた。 同年4月5日からの当該枠は放送開始時間を8時に前倒しし9時55分まで放送時間を拡大したスーパーモーニングとなった。また、テレビ朝日系列ではモーニングショー終了と同時に2月金曜並びに土曜日のワイドショーの改編を実施し、これに伴い海江田万里のパワフルサタデーが本番組終了の6日前に終了したほか、 月から金曜小五枠のテレビ朝日系列外局への自ソネットも本番組終了と同日に終了した人間探検もっと知りたい終了と同時に廃止されたと同時にテレビ朝日系列外局で放送されるテレビ朝日制作ワイドショーはスーパーモーニングのみとなった宮尾進がリポーターを務めた宮尾進のアー日本の社長は スーパーモーニングになってからも1999年8月まで続いた。2015年9月28日に同年9月25日で終了したモーニングバードの総合司会、鳩新一をそのまま本番組11代目の総合司会に起用し、鳩新一モーニングショーとして22年半ぶりに復活。アシスタントは当時テレビ朝日アナウンサーの宇賀夏美。 モーニングバードの路線を引き継ぎ、コメンテーターは、石原義純、高木美穂、長島和重、島谷ひとみらが、モーニングバードから引き続き日替わりで出演する。玉川徹も続投するが、毎日出演することとなった。なお、2015年7月29日に、スポーツ新聞において、モーニングバードで羽鳥と共に総合司会を務めていた、赤江玉緒の交番が報じられ、 ウガを公認に起用する形で、モーニングバードを継続すると報道されていた。ネット局は、モーニングバードから引き継ぎ、テレビ朝日系列フルネット局24局と、日本テレビ系列局である山梨放送、福井放送の26局ネットとなる。このうち、1993年10月1日以降に、開局したテレビ朝日系列局では、 モーニングショー名義の番組は初ネットとなる。また、岩手県では1979年12月のテレビ、岩手でのネット打ち切り以来35年9ヶ月ぶりに、モーニングショー名義の番組が、岩手朝日テレビで放送されている。さらに、山形テレビでは、第一期においては1993年4月1.2日という、 テレビ朝日系列フルネット局にネットチェンジされた初日と第1期最終回という期金曜だけ放送されたが第2期初回からの3日間はモーニングショー名義としては月から水曜では初めて放送された同局としては今何が起きているかにこだわり人間ドラマを見せるのがワイドショーその原点に立ち返りたいハト一という人の心を第一に考えて ニュースを捉えるキャスターで新たなワイドショーに挑戦したいと語り、モーニングバードのリニューアルではなく、歴史ある番組名を冠した新しい番組であることを示唆している。視聴率について、開始当初は6%程度で推移し、時間帯順位は民放2位を記録することもあった。2016年9月第3週では平均7.7%を記録。 初めて週間を通じて時間帯民放1位となった。同年11月では平均8.1%を記録、初めて月間を通じて時間帯民放1位となった。以後も民放市長率月間主位を保持している。2016年度では初めて時間帯民放年度1位を記録、翌2017年度も1位を獲得。2017年4月第1週では特ダ 2. 視聴率主義の座を再び譲った。2017年10月前半では、日本テレビ、スッキリがリニューアルし、得だね。お抜く日も出てきたが、本番組を抜くことはできなかった。2017年には初めて年間民放1位を記録。翌2018年以降も、年間民放1位となっている。さらに2018年4.5月には、それまで時間帯1位を記録していた。 NHK 総合テレビ、朝1を抜き去り、時間帯1位を獲得。しかし、同年6月から2020年間未来頃は再び、朝1に、時間帯1位を譲っていた。2018年以降の、徹子の部屋の年間最終ゲストとしてハトリと玉川が、揃って出演している。2019年は、ドラマ、ドクトル X にゲスト出演した、当時のエピソードを語った。 2019年2月4日から8日にはすべて2桁視聴率を記録。2019年4月1日よりリアルタイム字幕放送をレギュラー実施。2017年10月2日よりテレビ朝日が筆頭株主であるアベマ TV への配信を開始した。なお、第2期の開始からアシスタントを担当してきた宇ガはテレビ朝日からの退社を前に 同月29日放送分で卒業した。4月1日からは元のギ坂46の斎藤千春をアシスタントに抜擢。2020年1月から一時期、スッキリに民放1位を譲ることもあった。2020年4月に日本政府が新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を発するのに前後し、コメンテーターは段階的にスタジオ出演ではなく、 モニター越しでの出演に移行したが、4月13日から6月26日まで、MC のハトリと斉藤、白王大学教授の岡田春江の3人を除く、すべてのコメンテーターは、モニター越しでの出演となったが、6月29日から、ほぼ通常の体制に戻った。2021年1月7日夜に、首都圏1と3県に新型コロナウイルスに関する、 緊急事態宣言が再発出されたことを受け、8日からはコメンテーターがモニター越しでの出演に変更された。その後、同年3月21日に宣言が解除され、翌日の22日からは通常の体制に戻った。その際、アクリルボードの強化、高性能空気清浄機の設置を伝え、より一層新型コロナウイルス予防に取り組んでいると伝えた。しかし、 4月25日に再度緊急事態宣言が発令されたことを受け、翌26日からは再びコメンテーターはモニター越しでの出演に変更された。その後、6月20日に宣言が解除されたことを受け、翌21日より通常の体制に戻った。また、同日よりソーシャルディスタンスの一環で机が拡張され、これにより、 出演者の感覚もより広げられることとなった。2020年中期以降、朝1を抜いて、再び時間帯1位を記録するケースが増える。2020年11月以降は、ビデオリサーチの週刊高世帯視聴率番組で、朝1が10%を大きく超えており、時間帯1位を本番組と分け合っている。同年、初めて朝1を抜いて時間帯、年間1位を記録した。 しかし、年齢、世代別での視聴率調査では苦戦している放送日も発生しており、2021年9月13日放送分では、F1 層においての視聴率が、韓国ドラマを放送しているテレビ東京を含め、在京民放5局の中で最下位となっている。2021年10月以降、2020年5月18日現在、上記のリポーターが取材した VTR が、 スーパー J チャンネルでも放送されている。歴代総合司会総合司会の名前を被せた冠無理番組モーニングショーと称した時期の司会者の名前は太字で表記。マルジュ氏は放送当時ネットテレビテレビ朝日所属アナウンサー。その他放送局名と略称と系列は放送当時のもの。放映権以降やクロスネット局のネット打ち切りテレビ岩手の ネット打ち切り日本海テレビのネット打ち切り特別番組重大ニュースだ番組放送時の対応その他の事象による主な時間変更休止事例ダイヤモンドプリンセス号乗客の顔写真の無断放送 PCR 未検査の首謀者の仮装に関する誤解を招く報道休業要請の2週間見送りについての変遷メイド喫茶の営業時間についての誤解を招く報道 PCR 検査についての 誤った発言及び謝罪自民党の会合に対する事実5人の放送鉄道ファンを批判した報道での誤り連絡が取れない陽性者数の誤り。ありがとうございます。